それではアウトラストトライアルズ続きやっていきたいと思います。前回は警察署のこのチャレンジを2つなんとかクリアすることができました。今回は、ちびっこランドのチャレンジをやっていきたいですが、果たして前と同じようにすんなりいくのか不安なところ。よしさ、今回は何を見せられるかな。ちびっこランドのね、とりあえずあのドリルおばちゃんはいる気がするが、あとはちびっ子たちが何をしてくるか。さああなた、備えよ。新たな体験を受け入れよ。痛みは成長の潤滑屋だと知っておけ。私は君を愛して愛しているの。また愛とか言ってる。私が君に何をかを命じるのは強くなってほしいからだ。まあね、生まれ変わりがどうとか言ってますからね。そこを目指させているのは間違いないんだが、生まれ変わってどうなるかはやはり分かっていない。さあどうだ。ああはい、これですねとりあえず子供のやつが動いてて、はい、踊っている、踊っている、機敏な動き。はい、もうみんなやる、みんなそればっかりだからやめて、私をやらないで。私をやるのは、私やるのはルール違反では。私は生まれ変わらなきゃいけないんで、ドリルでグリグリされるのはあまり良くない。でもこのチャレンジな、あの前回の警察署の感じでいくと、その本編というかね、最初にやった最初の知見の再現というか、まあ、やったことをね少しなぞらせるような感じはしていますが、どうでしょうか。さて、レンガを久々に持ったので、これでなんとか相手をやっていきたいが、ここは何をするって。ポスターを集めるしかまだ出てない。とりあえず奥へ行って、ああこんなのあったっけ、まあ、ここは初めての場所なので。おお、こんにちは。こちらに行けというお達し、うん声がする。また襲われるか、これ。暗闇で襲われるパターンが若干ながらに存在している。うーん、いや、ここは資料がある。資料はもらっておく。で、あーしまった、毒が、しまった、そうだった、毒出るんだった、やばい。若干の精神汚染を食らってしまった。精神汚染を食らってしまったけど、まあ一発ならまだ。あーこんにちは、これ叫ぶ人大丈夫で、どこへ行けば。この人は何持ってる。てか、おばさんいない。悪党はいためつ、おばさんの声がする。はい、この奥にいるよね絶対。ちらちら、いない。ちょっとヤバいに来る会話あるけど、さて意外と何も起こらない。てかミッションがわからない。何をすればいい、今回は何をすれば。とりあえず出口に、ああ死体が。ポスターを集めるしか出てないな。あーちょっと精神が、若干の精神が。毒消しはどっかでもらっといた方がいい。あ、待って待って、ああここは追加の場所だな、良くないな。追加の場所、追加の場所良くない。はい、ん、ここか。あ、ここだ。悪い子を見つけてすり潰す。おっと、あ、まあでもまたすり潰すの、あの人形か。さすがにね。は、あれ、あいつなんだ。あれはでもあいつもなんかつけてないか、あの暗視スコープを。サノバビッチって言ってる。あいつも暗闇で見えるタイプの男かい。さてでもここで子供を見つけ粉砕しないといけない。痛いけな、痛いけな。牛の首外れている。ここはいけない、ここは行き止まり。こっちは追加の場所。ん、なんか今踏んだ気が、踏んだ気がします。いやー結構あるなこういうのが、踏んだら落とせるやつ。よいしょ、こんにちは。そこにある、ああ、こいつか、いけないやつ。うん、そんなとこやっちゃダメよ。スイッチを押して解除する。スイッチ、これ、あ、これ続いてるんだ。ちょっと待って、ちょうど毒があるからこれやっとこう。もう幻覚見える方がやばい。ちょっとあの股に突っ込んでいるのはやめていただいて、ちょっとそこにポスターがある。一応ハグだけ剥いでおこう。やれるもんはやっといて。で、こ
これのだから、ケーブルを止めてその上で何かどっかへ運んで粉砕するってことは、なんか牢屋に閉じ込められてる人たちがいる。つかバッテリーの減りが早い気がする。なんかいるけど大丈夫、もう閉じ込められてる。でこれを辿ってきゃいいんだな、とりあえず。おお、感じていらっしゃるぞ。あ、これ爆発するか、大丈夫か。この距離ダメでした大丈夫かと思ったけどダメでした。よいしょ。でこれはもらっといて、はい。あれ見つかってる、これ見つかってるんですか、これ。ちょっとゆっくり開けて場合ではない、閉めろで、どちら、こっち、よいしょ、ここを閉めて、とりあえず、どこだ、めっちゃ続いてる。ちょっと閉め、あ、違う、逆だ逆です。ちょっと待って、間違ってる。ダメだ、まずい。あれ、ここ戻ってきちゃったな、まずい戻ってきたです、戻ってきました。いや、追ってきてるできちゃった。あ、ここに書いてあったら地図見てくべきだね。下まで降りてくるタイプ、あなた下まで降りてくるタイプだが、見えてない、この壁の向こうで見えてない。こちら、あ、いる早く登ってって、よし、戻ってったな。で地図を見ておこう。4人いんのかいあのボーイたちが4人いるらしい。とりあえず全員粉砕しないといけないのか。さて今のやつでもとにかくあのケーブルを辿っていくしかないですね。さあケーブル辿ってきているが、これか、これだこれだ、このスイッチ押して、でどうするって、次歩道を見つけて、これ止まったっぽいから、と瓶は拾っておこう。止まった子供をどうすれば、やべ、回復型、やばい。いやでもこれいけるはず、この少年を、止まった少年をできる。よし、引き抜く、おらー、おいで。これを下のあれだな、粉砕機に持ってけんだな。よし、走れる、微妙に走れる。ママが君に激怒するよ、お前のママはどこのドイツだ。こんな子に育てた覚えはありませんよ。自分のゲームで遊びたい、あなたのゲームはここだ、おらー、さよなら。でこれで、赤が消えた、いや緑、お尻ペンペン、あ、ここ開いた。粉砕するたびに次の道が開けるというわけか。あ、待って、バッテリーの方がいい。ちょっとバッテリー今どんなものだっけ。あー、もう入れちゃっていいか。でそれでこれは取っといて、てかマーキングもそろそろちゃんと覚えた方がいいか。でボトル、よいしょ、消えて、はい、すごいね、いっぱいいるね、人体模型みたいのがいっぱいいますが、そこにトラックが。でまずはとにかく人を見つけないと、人形をね。で人形を見つけたらマーキングすることを覚えましょう。ここにはいない、あ、いや続いてんな、ケーブルが続いている、ケーブルが続いている方向に。最悪人形を見つけなくても先にねスイッチを見つければ。あったー、やったー、よし、つい、これで人形をまた持っていけばいいんだな。この向こう、この向こう、越えられるか、ここ越えられないか、この向こうだな。いや入り口の方マーキングしとくべきか、このトラックマーキングできない、できないか。いや、ちょ、なんかいる、こっち行かねばならん。こんにちは、いたずらっ子はいませんか。よいしょ、いたずらっ子、すでに止まっている。お前は一体どんな悪さをしていたのか。ほら、おいで。いやー、この叫び声で来ないか、飛び越えられる、よし、持ったまま飛び越えることは可能。オッケー、今回は早かった。あー、ちょっといる、なんか、まずい、よいしょ、やめてくれ。お尻ペンペン、俺がお尻ペンペンされる。ちょっと待って、ジャンプ、これ一旦落として、やめろ思わずぶつけてしまったが、どうだ。あー、ぶつけてもダメか、ちょっとごめんなさい、しばらく隠れます、しばらく隠れるから待って、ちょっとやばい、体力がない。よし、ちょっと巻いて、よし、いいぞ。では君を持っていくから、はい、帰りますよ、これはもう終了だあー、やめろ、敵を呼ぶような真似はするんじゃない。はい、自分のゲーム、
君のゲームはこの粉砕機の中に飛び込むことさ。それ以外に道はない。お尻ペンペン決まったね。そう、お尻をこれでペンペンするんだ。おりゃーっさよなら。さて次は黄色。黄色どこだい。ここがみ緑だったわけじゃないのかな。黄色次はどっち。あーここはそっちがエグゼットだから、ここはでもバッテリーがある、もらっておこう、ありがたくね。こちらは、あーごめんなさいね他の場所が分かりません。これつながってんのか、こっち側どっかに。うん、やっぱ緑のところからつながってる規模な気配がするな。そんな気配がしますよ。こっから奥へ、さらに奥へ行って持ってこなきゃいけない、遠くから持ってこなきゃいけないパターンか。こっちドアあるね。チラリ、あ、開く、開いた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 。お、ポスターあるじゃん。ポスターは剥げしたけど、剥げした、開かない、突入系か。開けとけ開けとけ、誰もいないうちに。なんかおっと後ろが開いた気がする。後ろが開いてます。いや、バレとんのかい。よいしょ。いやー、くそ。バレとる。バレとる、バレとる。助けて。あー、なに。くそ。やばい。か。か、か、か。どうですか？どうですか？やばい。今、バッテリーが。どこ、これ。はいはい、助けたいだけですか？おい、まずい。大声で。大声でやろう。おごれおごれ。くそ、どこへ行けばいい。これ破壊できる。あ、まだだっけ。なんか走りながらだと破壊できるっていうスキル取っときゃよかったな。でもここではない気がするな。奥へ行ける感じでもないし。違うのか。あ、ここか。なんかシャッターが開いた跡がある。ここあの二人目のね、二人目のあの人がいた近くですけど。よいしょ。こっちか。あ、さらに奥があるな。奥があるけど、いやこっちは違う、違うけど、くっ、急げ、やばい、爆弾が。とにかくあれを見つけないと。ケーブルを、ケーブルを、くそ、暗い。ケーブルがないと。ケーブルの、でも人が、あ、いや、あったあった。どっちから来てる。後ろから来てた。いや、でもケーブルが見つけた。てか、ボタンを見つけた。ボタンを見つけたので、まずい、来てる、来てるけど、押しちゃえ押しちゃえ押しちゃえ押してしまえ。あれ、押せない。よいしょ。Another house call? 後ろに来てる気がします。 Hey man, relax! バレてる、バレてる、バレてました。いやーちょっと待って、バレてたけどこれは大丈夫なはず。持ってた、持ってたような気がする。あ、持ってますね。よし、持ってます、持ってました。よしで、ケーブルをたどって、ケーブルをたどって、なんか絶叫マンもいる気がする。ケーブルがそっち、あ、一周してるし、いてててあれ、ケーブルはここで。あー、叫んでる、叫んできてる。そっちか、ケーブルこっちだ。あ、いたわ。よしよし、お前を持っていかなきゃならんだぞ、こっちとら。あー、ていうかマーキングしとくべきだった。クソ、向きがわからん。はいはい、君は喋らんだね。もう喋らんといて。よいしょ、このままこっちだった、こっちでしたか。こっちじゃない気がする。あれ、こっちは、こっちなんか奥に進んでないか。大丈夫か、奥に進んでる気がする。君は何を言ってるんだ。ママに会いたい。ママはね、この先にいるから安心していいよ。あれ、いや、ここは戻ってだか。あれ、こんなところだったっけバッテリーあったけど、バッツ、待って、バッテリー取っとこうバッテリーは取っといて、はい、もらっておいて。何、バレるんかこれで。あ、間違えたボトル投げちった。バッテリーはチャージしておいて。よいしょ、君は拾って、バッツどう。まあいいや、これでこの間にちょっといろいろ探そう。あ、このトラック、
あ、戻ってきたのか。よしよし。トラックが目印。トラックがトラックになんかマーキングできない。まあ、これにアイテムを落としてマーキングするという手もあるが。はい、あなたのマミーはすごいあそこにいるよ。さあ、放り込んであげようね。帰りたい？じゃあ帰らせてあげよう。すべての源、材料となれ。何かの材料と。よし。で、さらに奥だな、これ。この感じだと。いやー、また追加されたと思います。早く。早くゲットしよう。最後の少年を。さて、いや、でもこっちから奥行けてたから、こっからさらに行ってみるか。さっきのところ戻って。いや、でも逆かな。逆サイドな気がするな。まあ、ちょっと探して、探して、チラチラ。こっちは大丈夫。俺の逆サイドか。でこちら行ける。こちらはこれだけ開けとくか。よいしょ。あ、回復薬もらっておこう。あ、交換、いや交換じゃなくてもいいか。毒消しの方が、毒消しの方が使う可能性がある。で、いやー、どこだ、今度はどこだ。最後の最後のやつは一体どこに。 PA ここはさっき通ったんだよな多分。ここがあって、まずい、まずいか。後ろから声がする気がする。どっちへ行けば。ああ、いる、そこに。ここ通って、あ、ここはまずい。ここか。あ、そこにいなかったか。やべ、見つけた。いやー、見つかったからにはもう走り回っていろいろチェックするしかない。ああ、叫びマンがいたでござる。叫びマンがいたでござる。叫びマンの時は他のやつも止まるのかわからんけど。うー、くそ、走り回らん方がいいか。まずいぜ。お、場所マークしちゃった、間違えた。場所マーク、場所マーク。待って、こう、じゃあここは来たことがあるということでしておいて、待てよ。回復は今どうなってる？使っちゃったけど微妙に食らってたが。で、リグチャージができるから下、下を。よし。で、いや、しかしバッテリーが、バッテリーがねえし、もう一箇所どこよ。いや、いる。あとは、あとはどこ。この奥か。あ、あそこまで行ってなさげでは。どうだ、ケーブルがある。ケーブルがあります。あ、ケーブルあるか、これ。ある。どっちだ、どっちが正解だ。違う、待って。あ、当たりました。よいしょ。ほい、これ押して、よし。で、はい、このケーブルアートを辿ってきゃいいな。少年がいるはず。ちょっと待って、ここじゃあマーキングしといて。マーキング、こっちに戻ってくればいいということを。マーキングしておけば。少年は明るいから、これ早くした方がいいな。ちびっこ、ちびっこよ。いや、この先かい。いるか、なんか。いや、でもいてももう行くしかない。こんにちは。このか、この中だ。声がする。よし、いた。いけない少年が。おい、カモン。おいで。いい子にしな。いい子にしな。よし、ちょっと待って。これ取る、これ取る。これ取っとこう。ああ、まずい。まずいか。まずいか、ちょっと。ドアの陰に。ドアの陰に隠れておく。さあ、どうだ。行った？スキャナマン行った？ちょっと、さっさと帰ろう。そっち行ったか、もしかして、スケナマン。いや、いねえ、いるいる。まずい。いやー、来てる。まずい。まずいぜ。ここにしよう。これ、こっちの、うん、怖がる番で。いやー、バレてる。スケナマンいいわ、スケナマンいいわ。スキナーマンくんは、スキナーマンくんは、まだあるね、記録剤が。記録剤があるので、そのスーツの人は大丈夫。よし。いや、今度はお前が怖がる番だぞ。
よし、連れてってやろう。いいところでな。おじさんがいいところで連れてってやる。いいぜ、やっちまえ。いや、それ、応援しないで、相手を。相手を応援するのはダメだよ。こっちだよな、戻ってきゃいいの、多分。あ、やばい、もう体力がすぐなくなる。体力なしマン。で、ここを戻って、とにかく万が一落としたら、すぐそこをマーキングできるような、あれで行きたい。そういう心、やべ、ここマーキングだ。えい、あ、こいつマーキングして。あ、当たっちゃった、間違いなく、当たっちゃった、けど。まあいいや、ちょっと、待ってください。あ、しまった、まずい。いろいろまずい。いろいろまずいか。どうだ。いやちょっと、まあいいや、マーキングしてあるから。マーキングしてあるので。大丈夫ですか。やばい。あ、これはあれか。幻覚の人か。やばい、幻覚の人が出始めると、わからなくなるから、どっちが正解か。あ、もう向こうにいる。こちら。あ、これ覗けねえんだか。はい。はい。危ない。いや、来てる。よいしょ。いや、来てるのはあれ幻覚なのか、どっちだ。今の気づかれなかったのか。あー、いる。いる、クソ。本物か。あ、いや、幻覚は、幻覚が出てるけど。大丈夫だな。よし。拾って、戻ります。いやー、遅い。あー、まずい。あー、これやっぱ落としてるのかな、してるのかな、してるっぽいけど大丈夫。お前叫ぶんだよ。お前絶対言う。やめろ、喋るな、喋るな。喋るんじゃない、喋るんじゃない。いや、あっち行けるか。行ったな、よし。喋るな、喋るな。あ、はいはい、君は、君は大丈夫、あなたは大丈夫。よし、もう行こう。こっちはど、あれ、これどうやって行けるんだっけ。こっちか、それで、ここ、あー、トラックだ、よしよし、いけるぜ。君の命運もここまでだ。はい、体力をちょっと回復しつつ、よし、ここまで入っちまえば、もうあとは安全でしょう。ちょっと息を整えながら帰って、よし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 、いいぞ。あれ、あー、これはあれか、息じゃなくて精神崩壊が進ん、びっくりした。進みます、精神崩壊が。よーし、今度はお前が崩壊だ。よっしゃー、説得したので危険から出てください。 OK、 出ればいいんだな。出ればいいんですね。おー、おばさん来た。あいつの間に。やられた、おばさんにやられた。よいしょ、ちょっと待って、ここ閉めちゃい、閉めちゃい。バイバイ、おばさんは。で、こっち戻ればいいはずだから。あー、しまった。おー、崩壊が進む。しまった、しまったです。どっちですか、わかりません。崩壊マンになってしまった、精神崩壊マンに。どっちどっち。なんかこの豚とか見た記憶があるんだけど、これか、こっちだ、こっちだ、こっちだ。よしよし、記憶のみで、記憶のみで、なんとか到着ましたけど、あー、これは精神崩壊か、どっちだ。シャトルが到着するまで待てばいいか。精神に襲われている、精神に襲われているけど物理的には襲われてない。やったぜ、おい。ドアを閉めたのが暴走したか。あ、戻った。精神崩壊も大丈夫。なんか音楽流れてるけど、 C プラス微妙なところでしたね。秩序の必要ありってのを言われて、はい、マナにかかりすぎなんだよな。よし、まあでもレベルアップはしたので、これでまた新しいものが買えるかな。まあじゃあ今回はちょっと時間かかっちゃったんで、こんなところですかね。いや、全く4人もお仕置きして大変でしたが、次回はまたもう一個のちびっこランドをやりましょうかね。はい、では、今回はここまでで、消毒されながらご視聴ありがとうございました。